をしてくれるんでしょうか。バッターは真由美。ここのところ当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。ファウルになります。打ちました。ボテボテ。ショート前に来る前に来る。取った。アウト。ワンアウトです。バッターは注目のルーキー松永。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。そうですよね。本人も今状態がいいんだと言ってましたからね。はい。さあ今日も続けることができるんでしょうか。国吉、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。2球目は何で来るか。打った。センターに強い打球。さあどうだ。センター掴んで2アウト。バッターは八木。ツーアウトになっています。この回のタイガース打線ですが4球でツーアウトになっています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。初球打ち、これは破っていきそうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。ランナー出ました。タイガースです。ツーアウトランナー2塁。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはバース入っています。甘いコースですからね、初球から行ってもらいたかったですね。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制のツーランホームランです。タイガース、白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。真ん中にスッと入ってきた変化球、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。タイガースが先制しました。2対0になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。いやー本当に見せてくれますよね。先制点はホームラン、初回から飛び出しました。バッターは注目のルーキーオマリー。5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。そうですよね。今は迷いなくバットを振れてる感じがしますね。ああなるほど。さあ今日も期待しましょう。タイガース見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからは3球目打ちました。ヒットになった。これで3連打。ツーアウトランナー1塁。バッターは和田。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。バッター有利なカウントになりました。切れていきます。ファウル。4球目は何で来るか。打った。この当たりはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで4連打。ツーアウトランナー三塁二塁。引っ張った。宮崎、一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースツーランホームランで先手を取りました。1回終わって2対0。タイガース先制です。2回の裏になりますタイガースの攻撃。バッターボックスは8番中谷。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。初球空振りです。これが2球目。インサイド落ちました。ファウルになります。振っていきましたが三振。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の土屋バッターボックスです。結構バッティングいいですから注意したいですね。そうですね。初球打ち、ファウルになります。ワンストライクです。
打ちました。ボテボテ。セカンドが前に来る。セカンド取る。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター真由美。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。打ちました。ピッチャーが取る。一塁アウト、スリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。3回の裏に入ります。タイガースの攻撃、バッターボックスには2番松永。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。タイガース1点リードで迎える3回の攻撃です。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは3番八木。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。走ってきた。ヒットエンドラン。ボールはそのままフェンスに直撃。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。3対1、タイガース2点リードとなりました。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。前半戦から優位に進めていこうとしています。さあ、そしてバッターボックスにはバース入ります。さあ、追加点のチャンスです。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですね。初球打ち。この打球は落ちるか。どうだ。センター弾く。それをフォローする。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。滑り込んでセーフ。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット。4対1、タイガースなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。早いイニングからゲームを楽にできそうです。バッターボックスには5番オマリー。タイガースこの回2点を入れています。さあ、3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかという。引っ張った。ファーストが前に来る。ファーストを取った。一塁そのまま入ってアウト。さあ、そして打席には和田入っています。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まずは見送ります。ワンボール。今のボールは追い込んでから使いたかったですね。そうですか。打ちました。この打球はフライになっています。ショートに任せます。掴んでツーアウトです。バッターは7番梅野。タイガースこの回2点を入れています。さあ、3点をリードし、なおも追加点のチャンスを迎えています。打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。5対1、タイガース4点リードとなりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。さあ、そしてバッターボックスには中谷が入ります。さあ、チャンスが続きます。センターに大きな打球。伸びていく。どうだ。どうだ。センターオーバー。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。6対1になりました。タイガースなおもチャンスです。さあ、打席には先発の土屋入っています。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。落としてきた。しかしバットは止まっています。ファウルになります。打ちました。ピッチャーゴロ。外、一塁送球。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース4点を追加しています。これから4回の裏、タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号16、大貫が2番手としてマウンドに上がります。
点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドを任されたのは大貫、今シーズン7試合目の登板です。3連投ということになります。さあ小宮山さん、中盤ここで変えてきました。流れを変えたいというところでしょうね。そうですね。さあ打ちました、ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番松永、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。打ちました、外、ツーアウトになりました。打順は3番八木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。うん、そうですね。ツーアウトランナーありません。インコース詰まりました、取ってスリーアウトです。この回タイガース三者凡退です。これから5回の裏、さあマウンドに上がったのは砂田、今シーズン3試合目の登板です。昨日今日と連投ということになりました。引っ張った、高いバウンド、ファーストが取る、アウト、ワンアウトです。5番バッター、オマリー、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。さて今日のベイスターズの先発は打ち込まれて交代した国吉、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。力のあるストレートですよね。はい、アウトコース空振りストライク、あっという間に2ストライクです。打ちました、ここは打ち上げています、ショートが落下点に入ります。取って2アウトです。打席には6番バッター和田、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。2アウトになっています。ノーボール1ストライクです。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。打ちました、打球はライトへ、ここはフライになっています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。5回終わって6対2、タイガースがリードして。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、6回の裏、7番から始まるタイガースの攻撃、梅野がバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。引っ張った、取った、一塁送球します、アウト、ワンアウト。打席には8番バッター中谷、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。打ちました、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあそうですよね、完全に甘く入ってますからね。はい、バッターボックスには代打のアリアス。さあバッターはアリアス、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。まず何を投げてくるか、外の球打った、ショートのフィルダーチョイスになりました。さあチャンスを広げていきます。ベテランにミスが出ました。そうですね、そんなに難しい判断ではなかったんですけどね。まあこういった相手のミスから生まれたチャンスは逃さないようにしたいですね。さあそしてこのチャンスで打席には1番の真由美入っています。変化球打った、サードが抑えた、これはどうだ、間に合うか、サードランナーがホームに帰ってきました。三塁タッチはアウト、思わぬ形での得点、フィルダースチョイスで追加点が入りました。打席には2番バッター松永、タイガースこの回1点を入れています。さあ2点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。インコース高めの変化球、これは手が出ません。
外低めに変化球が決まります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。しっかり捉えた、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームに送球、センター前ヒット、これで4試合連続のマルチヒット。ちゃんとつながったんでここが大事ですね。いいコースですが外れています。バッターの八木、今シーズン得点圏での打率は4割7分9厘となっています。一塁ランナーを気にします。一塁はセーフ、外低めの球。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべき？タッチもセーフ、低め空振り、2ストライクと追い込んでいます。大きく外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。いい当たり、難しいバウンド、セカンドうまく取って一塁アウトで3アウト。しかしこの回タイガース1点を追加しています。6回終わって7対5、タイガースの7回の裏、タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが、さあマウンドを任されたのはエスコバー、今シーズン11試合目の登板です。打ちました、セカンドが取る、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは5番オマリー、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。ここも空振り、次のボール外すのであればその次のボールの伏線ですね。なるほど、変化球空振り、ツーアウトになっています。打順は6番和田、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライです。打った、左中間に強い打球、これはどうか、左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁到達、今日もマルチヒット、ツーアウト。ここで申告敬遠を選択、勝負を避けました。ここはバッターの奮起に期待ですよね。バッターボックスには代打の石峰。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。初球は何から入ってくるか。ストレート打っていった。これは大きい。ワンバウンドヒットになった。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。送球する。ファーストランナーもホームイン。タイガース追加点を挙げました。9対5。なおもチャンスが続きます。ここで代打に見事なタイムリーが出て点差を広げます。いや、いいバッティングを見せてくれましたよね。このリードがあれば監督も安心できるかもしれません。さあバッターはドリス、そのままバッターボックスに入ります。チャンスなんでね、代打を出して点を取りに行きたいですけどね。そうですね。さあアウトコース打ちました、ショートうまくさばいて一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。7回終わって9対5。8回の裏タイガース、さあマウンドに上がったのは葛西、今シーズン4試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。インサイド打ち上げました、センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。2番バッター松永、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーなしです。初球打ち、弾き返した打球はセンターへ、ここは打ち上げています。センターが取りました、ツーアウトです。打席には3番バッター八木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球空振りです。さあ2球目は何か。いや、今のボール危なかったですよ。はい、そうですね。引っ張った、サード取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース三者凡退です。タイガースが見事勝利を収めました。
いや小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA ベイスターズですが、痛い敗戦となってしまい、好天に恵まれました甲子園球場です。セリーグ公式戦、阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズの9回戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね、もう本当に、野球やって楽しんでるという感じですよね。本当にそうですよね。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあ、そうですね、ベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、まあ怪我人が、ね、出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。真由美、打席に入ります。ここのところ当たりが出ていません。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。引っ張った打球はレフトへ、ここはフライになっています。レフトが取りました。バッターは注目のルーキー松永、昨日のゲームでマルチアンダーを記録しています。今永、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上今永、そしてキャッチャーは伊藤、このバッテリーをタイガース出す。インサイド変化球決まっています。打ちに決まりました。ノーボールツーストライク。膝元をつきましたが外れました。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打。ツーアウトランナー1塁、バッターはバース。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。しっかり打点打ちました。いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば先制、入りました、ホームラン。先制のツーランホームランです。タイガース白球高々と舞い上がり、甲子園のスタンドに消えていきました。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。タイガースが先制しました。2対0になりました。頼れる4番の一振りでした。ご覧
覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですね、狙っていたのかもしれませんね。タイミングも合ってましたね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。バッターは注目のルーキー、オマリー。タイガース見事先制点を挙げています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ファウルになります。ツーストライクです。インサイド落ちました。ヒットになった。これで3連打。2アウトランナー1塁。バッターは和田。昨日はマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。大和1塁へ。1塁アウト、3アウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランがありました。1回終わりました。2対0タイガース先制です。2回裏に入ります。7番から始まるタイガースの攻撃。バッターは近本。タイガースリードで迎える2回の攻撃です。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー1塁です。さあ点差を広げたい場面、1塁にランナーを出しています。バッターボックスには梅野。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあ仕掛けてくるでしょうか。ランナースタート、ヒットエンドラン。レフトが追いかけますが頭を越えました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、3対0タイガース、なおもチャンスです。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。この序盤戦徐々にリードを開いていきます。さあバッターボックスには先発の高橋入ります。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。インサイド落ちました。これはどうだ。ホームに送球する。これで3連打。ノーアウトランナー3塁1塁。打順はトップに帰って真由美。タイガースこの回1点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を打ちました。高く上がった。頭上ぐんぐんだ。入った。ホームラン。スリーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース6対0になりました。チェンジアップが真ん中に行ってしまいましたね。はい、期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。この前半戦で試合を決めにかかっています。2番バッター松永。タイガースホームランで得点を挙げています。さあまず1球目、初球ボール、真ん中、打った。これもいったか。大きな打球になった。レフトバックする。入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース7対0。見事な一発が飛び出しました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、ここは当然という交代でしょうか。ベイスター、さあマウンドを任されたのは大貫。今シーズン8試合目の登板です。この試合も登板ということになりました。打ち上げた。この打球はフライになっています。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。4番バッターバース、先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。ここぞの場面でのホームランは見事でしたよね。はい、これも初球打ち。これは大きい。伸びていく。積極的に行きましたがセンター掴んでツーアウト。バッターボックスオマリー。
さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいっても打ちました。伸びていく。ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。2回終了7対0、タイガースのリード広がっています。これから3回の裏、タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。葛西が、さあマウンドに上がったのは葛西。今シーズン5試合目の登板です。連日の登板となりました。危ないボールですね。まあ変わったピッチャーの初球は狙われてますから要注意ですよ。そうですか。よく見極めましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。失投気味でしたがバッター見送ります。ワンボールツーストライクです。バットに当たりません。三振。ワンアウトです。打席には7番バッター近本。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。さて今日のベイスターズの先発は序盤大量失点で交代した今永。今日は初球大きく外れています。打ちました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁セーフ。これでマルチヒット。ランナー三塁一塁となりました。引っ張った。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット。8対3、タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。打順は1番に帰ります。バッター真由美。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤打った。左中間に大きな打球、レフトセンターバック、そのままスタンドに入りました。スリーランホームランが飛び出しました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース11対3。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは2番松永。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げて打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、入りました。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。12対3。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。そうですね、とにかく落ち着きたい。初球打ち、大和取って、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番バース。今日はホームランを放っています。さっきは取られやしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。打ちました。いい当たりだ。高く上がった。頭上入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。13対3。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。ベイスターズピッチャーが変わります。さあマウンドを任されたのは砂田。今シーズン4試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。打ちました。浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ。変化球を打っていきましたが、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターボックスには6番和田。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。打ちました。これは大きい。伸びていく。センター深いところ破っていきました。
打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。初球 G、 打球はセンターへ。この打球はフライになっています。桑原よく間に合いました。ファインプレー。打順は8番梅野。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。この試合は先発野手全員安打を達成して、インコース詰まりました。大和が掴んで2アウト。さあ打席には先発の高橋入っています。まあ、ここは白星もかかってますし当然行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ワンストライクです。引っ張った。さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。14対3、タイガースなおもチャンスです。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発打ちました。これもいったか、レフトが追いかける。入りました、ホームラン。ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターボックス松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、タイガースホームランで得点を挙げています。今日はバッティング絶好調。3本連続のホームランは狙ってくるんでしょうか。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスには3番八木。タイガースホームランで得点を挙げています。まず打ちをついてきました。次が2球目。ボールになります。ボール先行です。打ち上げました。ストレートに詰まって取りました。アウト。しかしこの回タイガース2本のホームラン。5回の裏、さあタイガースこの回は4番から始まります。バッターはバース。先ほどの打席でソロホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどん行ってほしいですね。そうですね。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで5回の攻撃に入りました。真ん中見送ってストライク。打ちました。これは大きい。伸びていく。ここはフライになっています。積極的に行きましたがライト掴んで2アウト。6番バッター和田。まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。打ちました。ヒットになりました。これで3試合連続のマルチヒット。ツーアウトランナー1塁。打順は7番近本。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ファーストランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功です。まあこの点差ですからランナーよりもバッターに集中でいいと思いますね。なるほど。打った、高く上がった。右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。はい、バッターボックスには代打のアリアス。さあバッターはアリアス。この打席でホームランを放てば今シーズン20本。
レフトを追う、センターを追う、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて、レフトセンター見送った、ツーランホームランが出ました。これがチーム9本目のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りましたタイガース。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋打席に入ります。さっきはいいところで打ってたんで気持ちよく打席に立ってるでしょうね。そうですね。はい、バッターボックスには代打の石峰。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。打ちました、ファウルになります。さてバッターボックスの石峰、バッターとしてはどういう特徴がありますか？ミートがうまい上に大きいのも打ってきますから。もう打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。変化球に泳がされて取りました、アウト。しかしこの回タイガース3点を追加しています。タイガースのリード広がっています。ここまでのハイライトです。1回の裏ツーアウトで一塁にランナーを置いて4番バース、初球から狙っていました。タイガース一振りで先制。2回の裏ノーアウトで一塁にランナーを置いて8番梅野、その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を追加します。さらに続きます、ランナー一塁三塁のチャンス、1番真由美、その初球でした。タイガース3点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号14石田がマウンド上、さあマウンドに上がったのは石田、今シーズン10試合目の登板です。打ち上げました、これは浅いフライ、この打球はフライになっています。ストレートを打っていきましたがレフト掴んでワンアウト。打順は2番松永、先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。はい、ここはもう一発狙ってるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。今日はバッティング絶好調、3打席連続ホームランが続いています。走ってきた、ヒットエンドラン、レフト深いところ破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。バッターボックスバース、打ちました、高く上がった、センターバック、センターバックする、センター深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、タイガースなおもチャンスです。バッターは5番オマリー。抜けたような感じになりました、大きく外れます。打ちました、ファウルになります。バッターボックスのオマリー、今シーズンの得点圏打率は6割2分、インコース詰まりました、ここは打ち上げています、掴んで2アウトです。バッターボックスは6番和田、前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はバットが振れてるようですからどんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。2アウトになっています、ファウルになります。センターに強い打球、このフライはどうだ、落ちるか、桑原が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース2点を追加しています。タイガースラッキーセブンの攻撃になります。近本がバッターボックスに入ります。
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで終盤7回の攻撃に入りました。打ちました。内野を抜けていきます。これがチーム25本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは途中からマウンドに上がっている森谷。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッターボックスには代打の新庄。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。いきなり牽制、セーフ。また牽制、一塁はセーフ。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。まあ、得点差がありますから、バッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。石田が抑えています。ワンアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。外の高め振っていきます。さあ3球目は何か、際どいところへ決めてきます。ワンボールツーストライクです。引っ張った、サード取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。打順は1番に返ります。バッター真由美、今日は3本のホームランを放っています。ツーアウトになっています。まずは見送ります。ワンボール、打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフト。バッターボックスには2番松永。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。引っ張った、レフトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。筒香が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガースのリード広がっています。8回の裏、タイガースの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーがマウンド。さあマウンドを任されたのはエスコバー。今シーズン12試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。打ちました、浅いフライ。ヒットになった。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターは4番バース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、打った。ライトに強い打球、伸びていく。どうだどうだ。バッターランナーは2塁まで進みました。今日2本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー3塁2塁。打席には5番バッターオマリー。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーは三塁二塁に変わっています。いいまっすぐですね。インローを指にかかったストレートで空振り。引っ張った、これはどうか。ファウルになります。変化球が高めに抜けます。これが6球目。ここはランナー返せません。ワンアウトです。バッターボックス和田、今日は盗塁を決めています。ワンアウトランナー二塁三塁です。2球目は何で来るか。あっという間にツーストライクです。低め外れています。153キロ、インコースへ大きく外れます。痛烈、これはどうだ。ショートの横抜けた。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。タイガースが突き放します。タイガースなおもチャンスです。
バッターボックスには7番近本。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、取った。一塁送球、これで3打席連続のヒット。ワンアウトランナー3塁1塁。バッターボックスには代打の大山。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。これが1球目。初球打ち、レフトオン、センターオン、頭上ぐんぐん打球伸びて、しかし入った。ホームラン、スリーランホームランが出ました。これがチーム10本目のホームラン。初球でした。きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました、タイガース。ここ一番の集中力が光ります。バッターは石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。初球空振りです。大きく外れました。次のボールはゾーンギリギリを狙わないと危ないですよ。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順はトップに帰って真由美。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうや。初球打ち、これは浅いフライ。ここは打ち上げています。積極的に行きましたが、最後はレフトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース5点を追加しています。試合を制したのは阪神タイガースです。壮絶な打ち合い、乱打戦を見事制しています。いや、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね、これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方の DeNA ベイスターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。